長崎県大村市で17日に開催された全九州高校体育大会の男子バスケットボールの試合中、延岡学園高、宮崎県延岡市の留学生選手が審判を殴打した問題で、佐藤則夫校長らが18日、同校で記者会見し、誠に由々しき事態。被害を受けた審判ら多くの方に心からお詫びする、と謝罪した。関係者の処分、全国高校総体への出場可否など今後の対応は、高体連などと相談して決めたい、と説明した。投稿によると、留学生は今年2月に来日した1年生、15、で、試合終盤に途中、出場し、ファウルを取られた直後に判定を不服として審判の顔面を殴打した。審判は病院に搬送され、口を10針縫う怪我をしたという。留学生は審判に謝罪。審判は被害届を出さない意向で、バスケットボールを嫌いにならないでほしい、と話したという。時事通信社。